台湾ビールは台湾で最も有名なビールブランドの一つである台湾のビールでは中華民国で製造及び輸入されるビールの概要について記す台湾のビールは自由貿易となった2002年まで台湾小タバコ種類購買局による専売品のみ流通していた最初のビールの独占は 1922年から1946年まで日本による台湾の統治時代の高砂ビールによるものであった。高砂ビールは明るいまたは暗い品種で醸造され内地のビールと時折競合した。1946年後継の台湾ビールは支配政党の中国国民党の規制の下で先売品として残った。台湾は1990年代に 近代多民主制の時代に入り、2002年に世界貿易機関に加盟し、政府の台湾小タバコ種類購買局による台湾ビールの独占権を放棄した。台湾のビール市場の自由化後、以下のようなクラフトビールや普通ビールの醸造所が設立し始めた。主要な国内ブランドは、2002年に台湾小タバコ種類購買局を引き継いだ台湾遠志講師が醸造した。 台湾ビールのままである。台湾ビールは主に国内で販売されているが、ビール醸造所は海外の台湾人に輸出するためのビールも製造している。台湾の国内ビール生産量は2008年は年間4億リットル以上であり、地方でかなりの量が消費されている。台湾では地元のビール生産量がビール総消費量の80%以上を占めている。 国内生産されたビールの一部は輸出されている。中国との貿易紛争はビール戦争として地元で知られているものにつながった。2002年に台湾と中華人民共和国が同時に世界貿易機関に加盟した。2004年の台湾の450億台湾ドルのビール市場のうち外国のラベルはわずか18%を占めていた。台湾ビールは 残りの82%を占めていた。2年後、中華人民共和国は台湾ビールの輸入を禁止した。公式な理由では商業製品における軍名または地域名の使用を禁止する法律を引用している。しかし、中国の太貸ビールをはじめ、すでに三島省の都市に指定されているような名前の中国製品があるため、台湾では この議論はほとんど説得力がなかった。この動きは多くの台湾人が台湾が商標権を認めていることを否定し中国が約束した自由貿易を阻止しようとする試みであると解釈した。その後中国からのビールの不買運動が起きた。国際的な報道で広く報道されたこの論争は台湾ビールブランドの認知度の向上につながった。ありがとうございます。